先生の皆様お疲れ様ですキリハです今回は3月28日から始まる生徒で活躍しそうな生徒をまとめてみましたそれでは早速やっていきましょうまず生徒は屋外線になります そして敵の防御タイプが特殊走行ブラックライブのライブ配信の中では敵はノーマル攻撃でした難易度が上がっていくとそれも変わるかもしれませんね瀬戸の戦い方とか注意点に関しては前回の動画でやってますのでよかったらそっちを見てくださいで今回はストライカーが6人スペシャルが4人ということで10人編成になりますストライカーの人数が非常に多いのでスキルが回ってくる順番も遅くなりますので範囲バフをかけてアタッカー何人かで叩くというのが成功法になるかもしれませんただ人数が増えた分コストが増えた分 の回復も早くなってますのでまた一人にバフを集める元気玉戦法も 有効な可能性もありますのでちょっとその辺はやってみてですかねアタッカーに関しては安定のひなたや桜子の辺りが火力出そうです若者は戦地適性 D なんですけどそれでも役に立つかもしれませんねあとは追っておいても火力を出してくれるイズナだったりイズナの水着なんかも軽いコストで回しつつダメージも増やしてくれるので有効な気がしてますそしてバッファーなどに関してなんですけども反対バフは今まで使われていたヒマリアアコや正月の火力といったところは当然使えるとは思うんですけども全体的なバフが主流になった 場合これらのキャラクターが活躍する可能性がありますちょっと初音ミクはねもしかしたらと思って入れてあるんですけど単位が強化されたセナだったり最近実装された正月の明かり ま、とにかく人数制限のない範囲バフですね。このあたりはかなり使いやすいんじゃないかなと思います。逆に人数制限がある、いつもバリアでお世話になっている体操服の優香だったり、ああいったキャラクターは3人以下ですとか4人までといったね、制限がありますので、移動に使おうにもストライカーが6人なので引っ張り切れないと思います。水着のエイミーは6人まで引っ張っていけますので、敵の落雷をかわしたりといった時にエイミーが使われるかもしれません。先、ま、方、あ、にも寄ってきますね。 何にせよエリアでバフをできるキャラクターは今回強い可能性が高いですそしてヒーラーに関しても範囲で回復ができるしぐれだったりちょっと範囲は狭いんですけども花子も有効かもしれませんねあとは回復といえばココナちゃんがねいつも通り優秀だと思うんですが今回人数が多くてアナマルスタンプをもらった時に全員のコストが1下がるというスキルがいつも以上に生きてきそうです自分以外のコストが下がったら9コストマイナスみたいなもんですからね、まあ、全部のスキルを使う前提ですけどあとは人数が増えて コストの回復が多いので水着の白子決まり正月のはるかのコスト回復力アップもかなり有効になってくると思いますおそらく必須級じゃないでしょうか特に水着の白子は開始時自分以外のコストをマイナス1してくれますので人数が多い分こちらも有効になっていきますランクに関しては 敵の攻撃を受けつつオベリスクの回復も兼任できるアツコが強そうです今回ヒーラーがかなり大事なんでねアツコの回復も非常に強いんじゃないでしょうかただ人数が多いってことは手数も多いっていうことなので EX スキルを使ってダメージが累積する系のスキルも強そうな気がします、まあ、この子たちですねメルミユカンナのスキルで神秘攻撃がいたら最高だったんですけども、まあ、現状いないんでね貫通でも使われる可能性はあるかなと思います特に今回海花の登場で火力を出そうと思ったを出そうと思った時に 攻撃速度を上げなければいけなかったりするのでそういった時にさらに火力に貢献してくれることでしょう攻撃速度をモリモリにするパーティーにした場合はアタッカーの桜子や伊ナ応援団の歌羽なんかも活躍しそうです現状はこんな感じですねただ階層によって攻撃タイプ防御タイプ変わってくる可能性もありますので今のところ暫定といった感じになりままます開催されししたらまたら動画にしようと思いますということで今回はこの辺でまた次の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました